今回は保護者庫で得たデータに対する入力ファイルを作る方法を説明していきたいと思います。まずですけども、入力 ecode ファイル .int ですが、実験室工芸と同じように、設定します。まず一番最初の行がジェネラルの、だら、そして次がデータ数です。でデータ数の見方は、例えばメモ帳で開いて、表示のステータスバーにチェックを入れて、一番下までも行くと、でカーソルをここにする、最後のところにすると、行数が出てきます。なのでここからデータ数、例えば 2θ7377 を、こちらに入れてセーブしていただければいいです。でこれで、共同の入力ファイルは終了です。そして、シンクロトロン用の、.ins ファイルを作る必要があります。あ、ここちょっと邪魔です。それはどこから持ってくるかというと、このしめじ人というところから持ってきます。でこのしめじ人の .ins ファイルを持ってきて、で解析するところに入れます。で、ファイル名を変えておきます。フォルダー名に、変えておきます。変える必要もないんですけど、種類分けしたりとか解析してるときにいろいろ便利なので、このようにしておきます。でこれを、HTML エディターで開くということになります。で、変更するところをいくつか示していきたいと思います。これ、ひでまらいじゃないで開かなくてもいいですね。いいですけど、テキストファイルでもいいです。とにかくやっていきましょう。で、どこ変えるかと言いますと、皆さんひでまら使うかな、ごめんなさい。もう一回ちょっとひでまらにしておきます。使うのに合わせるのがいいです。どちらでも大して変わらないんですけど、特に、実験室工芸とほぼ作り方は一緒なんですけども、特に変える部分としては、ここの、シンクロトロ X-ray PD と書かれたところのこの部分のところです。ここが使用した波長を入力するところです。で、この波長は、実験の管理者や、実験した人に聞けばいいんですけども、例えばこんな値を使ったりします。こちらカッパ Kα の値が入れられていますけど、例えば、0.45993 と、0.46 と設定して測定したときに、実際にセリアを測って調べてみたら 0.45993 だったので、この値になっています。であとこの他にも、いくつ値入力するところがあります。このままの値を使っても構わないと私は思っていますし、実際に、調べてみたら、あと値を変えたあまり結果が変わらないかったというのもあります。そんで、一応我々が使っている実験ですと、放射光ですと、スプリング8の BL02B2 なんですけども、そちらだとこんな値になったりします。通常の、キャピラリー使ったりするとこんな値になって、実験装置となるとこんなところですね。他のところでも大体このような値になると思います。この程度の値の変化差であれば、結果がほとんど変わらなくてですね、こだわりたい人というか、すごく気になってしょうがないとか、いう人だけ変えていただければと思いますけど、あとは、本をしっかり読んで、この値どうしてもちゃんとしっかり決めたいんだというのは決めてもらっていいと思います。我々は、普通の中蔵のキャピラリーを用いて BL02B2 や他の放射光だとこの値使っているということですね。気になればよく知ってる人に相談して、どの値使ってるんですかとか、どの値設定すればいいんですかとか、あとは聞いたりとか、聞けなかった場合はもうちゃんと勉強してもらって、この値変えてみたりとか、あと値どこまで変えたら結果変わるのかっていうのをチェックしていただければと思います。私がやった限りではこの値変えても、さっきの、しめじ人のこの元の値 と、ちゃんと算出して、使用している実験条件算出して入れたものでは、差がなかったですね、結果には。もう無視していいぐらいの差しかないです。で次ですけども、次に、入力するところですが、この後は通常通りに、例えばやっていただければいいですね。じゃあちょっと見てみましょうか。まず、ベーサでこのように構造を作ります。でベーサというのは占有率、もう事前に入れたものを作ることができます。このアキュペイのところの値を変えていただくと、占有率いつか、例えばバナジウムが 0.92 で、そのバナジウムサイトの同じところ、バナジウムサイト XYZ と同じところに、8% だけ単体ありますよというのも作れます。こういうふうにもう事前に、混ざったデータも作ることができます。これを、ユーティリティーズでパウダーディフレクションパターンで作っていただければ、ちょっとここ名前があまり良くないんですけど、 .ins ファイルができます。ちょっと、名前変えておきましょうか。
鉄にマナジウムタンタルアルミと、あ、間違えます、こうですね。でこれをここに入れましょう。で参考のファイルします。でこのようにこれと記述されているように変えていきましょう。まずここですね、コンタンタル、これというふうになります。ここを変えます。で、シンクロトロンを使っているときに変えるときはここの一つだけあります。このところの、0、0というところの値をこの個数に合わせてください。今これ、ここに4つありますからこの3つで足りませんのでここを4つにします。こうなります。で、ベスタで作った入力ファイルもこの4つにしてくださいっていうのが表示できますので、それともちゃんと確認してもらったり、ここをもうめんどくさければコピー&ペーストしてこのようにベタッと入れてもらえばいいです。でこんな感じですね。で、一応、打足にはなりますけど、これ前は、東工大の佐々木先生のグループ研究部だった、ホームページ出してる佐々木テーブルってところから、この F'F プライム、ダブルプライムかなの値を、コピーしてきて貼り付けるんですけど、もうそれをしなくても自動的に計算してくるようになりました。なので、特に気にすることなく、この、この .ins ファイルのところのを参考にして、アベスタで出た、入力ファイルを参考にして、このように入れていただければと思います。あと、他のところも、時系列光源と大体同じように入力していきます。ちょっとだけ少しずつ、ちょっとだけやってみましょう。まず、ここと、で、ここ。もう時系列光源慣れてるからもう分かってるよっていう人はあまり気にする必要ないですけども、一つだけ気をつけなきゃいけないのは NINT っていうところが後から出てくるんですけども、そこがジェネラルテキストデータから読み込むことになってないので、そこだけ変えなきゃいけない、そこだけ変える必要が出てきますね。あとはちょっとなかなかあれなんです、ひどいんですけども、ここのところもう変えなきゃいけないですね。申し訳ないですね。ここの部分も、変えます、こうですね。ここのところをここのところで全部変えます。これ締め縮に適した値になぜかちょっとなってました。後からちょっと気づいたんですけど、こういうふうにします。もうベスタで算出されたものを入力ファイルとして使ってしまえばいいですね。値をかなり信頼して使ってしまえばいいです。でここは2ということになります。ちょっと前まで使ってたファイルもちょっとチェックしてみましょうかね。前まで、研究室で使ってたファイルもこんな風に残してありまして、バージョンの情報がですね、毎回バージョンが変わると新しく入力ファイルを直さなきゃいけないので、そこがすごく大変なんですけど、ここの、IA1 とかいうところも一緒ですし、P のところも一緒ですね。で、他のところもいいですね。じゃあちょっと他のところ見てみましょう。で、シフトのところも変えなきゃいけないですね。で、ここのところも変えます。よいしょと。こんな感じですね。であとは、ここのファイルは、まあ、ここのファイルを今後使うんですけど、今後のために、まずここ000にしておいて、000で、でここをコピー&ペーストと、コピー&ペーストと、これはもう発散した時の値が発散した時のための対策用ですね。コピー&ペーストと、ここまででいいですね。ダミーは使わないので、このようにしていくと。で、前にシャープをつけてコメント欄にしておきます。で、この下のところを見ていって、で、これが変更配光性の影響を入れてるやつ、これが値が入ってるので、1.0、1.0 の無配光にしておいてください。で、あとは、構造の整流級、高指定数のパラメータ、そして結晶構造ですね。でこんな風になりますと。で、
いいですね。で、ちょっとだけ、ここにあの制約条件式の入れときます。こんな感じになります。こんな感じになります。こうなりました。で、これは後から追加すればいいので、まずここシャープつけておきます。で、実際の計算だったら、ここいくつ計算が収束して、ここに、バナジウムとタンタルの、条件を、補足条件をつけたいという場合にはやります。例えばこれどうなっているかといいますと、このシャープを外して、でこの、バナジウム1は、これ名前を一緒にしなきゃいけないんですが、例えばこれこういうふうに直しかなきゃいけないですね。バナジウムラベルの名前なんですけども、あ、もっと分かりやすくしておきますか、すいません。ここ11としておきましょう。右と左で区別がない。でラベルに括弧 A 括弧ラベル名、そして、何を変えるのか。これ一番最初のものが G で占有率です。で、例えばこれではなくて、ごめんなさい、もう一回変えます。こういうふうに残しておいいですね。で、こうしておきますと、このこうしてここを2にして、ここを1にします。そうすると左側に2で右側に1です。でそうするとどうなるかといいますと、まずタン A 括弧タンタル1の占有率の G側、1引く、バナジウム1、この G の値を引いたものになりますよという条件をつけます。こういう、このようなセッティングになります。なので、これで最適化するとバナジウムの占有率が最適化されて、さらにタンタルが1マイナスバナジウムの値になるようにという条件式になります。こういうふうに、条件をつけることもできます。で、解析の最初はこれはまずやらないでおきたいと思いますので、そう、まず仕込み組成になるようにして、あとはここを00として、解析始めていただければいいと思います。じゃあちょっと続きいきます。で、もっと下の方に行っていただいて、罠が仕掛けてあるんですけどもあ、行き過ぎましたね、すみません。行き過ぎました、申し訳ないです。検索でハッシュタグの方が早いですね。あ、ここにありましたね。ごめんなさい。続き、ここが終わった後、次からいきます。この後から、この下へ行くと、NYNT というところがあります。で、ここをさっき、一番最初に言ったんですけど、ここが、イゴルテキストのファイルからデータ入力になってますので、共同 INT のファイルですね。それが。それでは良くないので、ジェネラルのフォーマットにこのように直します。で、この、これが終わったら、この後は、もっと下に行って、もう一個罠が仕掛けてあるんですけども、アップデートのところで、パラメータを変更するかしないか、まあ、毎回1割ですね。まあ、そんなこと言ったら怒られるかもしれないです。ここ、必ず1にすると。で、これで入力ファイルが、作成が終わりですね。これで、リートベルト解析ができます。ちょっとやってみましょう。リーターン、ポチッと。あ、ちょっと何かエラーがありましたね。何かちょっと見てみましょう。なんかちょっとおかしかったですね。ちょっと見てみましょうか。まず1234、スピーシーズの数がおかしいとちょっと出てましたね。で、この下のところを見てみましょう。1234、問題はなさそうですね。何がおかしいのかな。もう一度ちょっとやってみましょうか。あ、ここ見てみればいいですね。どこで止まったか見てみます。あ、それと、すいません。N プリント1にしとかなきゃいけないですね。このプリントなんですけども、これは、ここに書いてあるように、結果どんな風に出すかです。スタンダードで十分ですね。リテールだとデータが出すぎて、計算大変なので、ここも1にしてください。申し訳ないです。で、ちょっとやってみましょう。ちょっとグダグダしてしまうんですけど、どこが悪いかちょっと見ていきましょうか。あと何か。間違ってますね。テストの時はうまくいったんですけどね。病気やキミカルスピーシーズのナンバーが、マキシマムナンバーに届いてますよって言って書いてありますね。なんかどっか、最大値に届いてる。何か私が間違えてるんですね。ロケハンした時と違って、また問題が出てくると。合ってるはずですね。1234。
難しいな。合ってるはずなのにエラーが出てくるというのはちょっとおかしいです。おかしいな。あとはコメントになってますね。何か余計なものがデータとして入ってるのかな。おかしいな。あ、ここにすいません、ごめんなさい、私はコピーうまくできてなかっただけです。このところに、ここに1個余分に変なものが入ってました。すみません、これですね、失礼いたしました。まあこういう風な時もあるということをちょっと見ていただいて、あとはまあ今朝走りましたので、あとこれから解析を進めていて RWP どんどん下げていただくと、まあ、解析の仕方この、これまでの動画に上げてありますので、そのようにしてどん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 と RWP 下げていただければと思います。で次回は、解析終わった後に、メモの行う方法を解説したいと思います。で今回は以上で終了します。